皆さんこんばんは、 MK です。カービィファイターズ2パート14やっていきましょう。今回もストーリーモードを進めていくんですが、その前に先日 MK のゲーム実況チャンネルがチャンネル登録者15万人を突破しました。本当にありがとうございます。いつも見てくださっている皆さんのおかげです。そしてまだチャンネル登録していないというそこのあなた、ぜひこの動画でチャンネル登録をして、登録したよとコメント欄に書いていってください。そうすれば私個別で返信していきますので、まだ登録していなかったという方はこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。よーし、じゃあ行きますよ。第5章、真の決戦、天を貫く絆、50回からですね。頑張っていきましょう。もうラスボス戦でしょ。相手はデデデ大王庵とメタナイト、もう3回目ですね。そう、そして MK さんここまでで2回ゲームオーバーになっているので、これでやられちゃうと1回から再スタートになります。やられるわけにはいきませんよ。頑張っていきましょう。うわ、緊張するな。ラスボスだから結構強いとは思うんですけど、こんにちは。ちょっとね、時間制限も危ないから、なるべくゴリ押し気味に、相手の体力も気にしながら、私の体力も気にしながらやっていきましょう。それなんだったっけ？あー、岩か。岩結構きついな。待って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 。スティックさん、ちょっと待って、ちょっと待って。そんな食らう？そんな食らう？あー、待って、あ、誘導してくんのか。オッケーオッケーオッケー。わかったわかった。これは誘導してくるから、うまく避けていきましょう。オッケー、いよいよいよ。で、これが結構食らうんで、これをうまく使っていきたい。今回は、はい、ここも後ばばたたた連打しまして、落ち着け落ち着け。で、これも吸い込まれないように攻撃していく。オッケー、いよいよいよ。はい、で、吸い込まれないように攻撃していく。うまいよ。今んとこ結構うまいよ。はい、ここも攻撃して、これ何これ何これなんだ。きゃー、それか。待って、ゴールド攻撃結構きついな。ゴールド、やべ、そんな食らうか、そんな食らうんか、それ。待って、バディうまく避けてね。バディの体力ちょっと少ないような気もするんですけど、あ、でも私の方が少ないね。それは何ですか、また岩？待って、それ何？あー、吸い込むやつか。オッケーオッケーオッケー。だったらこれで攻撃していきましょう。いいぞいいぞいいぞ。結構テンポはいい感じ。なんですけど、ちょっとね、相手の体力が怖い。待って待って、あたたたたたたた。おーいと、オッケー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 。はい、ここもどんどん攻撃していきまして。うわ、全然減ってないぞ。オッケーオッケーオッケー。はい、ここ攻撃入りまして。うわ、BGM いいな。BGM アレンジが素晴らしい。はい、ここ待って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 、とと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 、待って、こっち来る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 。危な。今のめっちゃ危ないけど。はい、とりあえずここメタナイト攻撃しまして。はい、どんどんメタ、あー待って、それ食らってない、それ食らってないんかい。オッケーオッケーオッケー。はい、こっち側食らった今。ちょっとジャストじゃなかったような気は。あったたたた、まあ、いやまあ、いや。はい、でここもどんどん攻撃していく。いいぞいいぞいいぞ。結構ダメージは入ってる。残り時間4分。あれ待て、これさ、まあだとは思うけど、これさ多分第2形態あるよね。第2形態まで考慮してないよ。 MK さん待て、落ち着け落ち着け。相手の、おー、これはうまく避けるしかないんで、あーで上誘導だな。はい、でここ今度は上、今度は上来るよ。はい、で下来て上来て、オッケー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 。これの避け方はもうプロ。これはうまく避けれますね。はい、そしたらまた、あー、またそっちか。で、こういう時も MK さんはどんどん攻撃していく。いいぞ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 。で、吸い込まれないように攻撃していく。素晴らしい。いいよいいよ。結構入ってってる。結構入ってってる。ゴールドか。ゴールドちょっときついな。待って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 。はい、で、あー、ここだったら当たんないとかそういうのある？ないね。ないわ、ないわ、ないわ、ないわ。ゴールドは危ないわ。はい、そしたら、あー、もう当たってない。うまく当たってないよ。残り3分30秒。どうだろう。待て、最終形態に3分ぐらい残しておきたいから、できればその3分は切らないように倒したい。いけるかな、さすがにきついかな。はい、ここ、おー、いいよ、ナイスナイスナイス。まあ、フォロワーがナイス攻撃。はい、そしたらここもバーッと攻撃していきまして、いいぞいいぞいいぞ。結構入ってる。結構入ってってる。あとちょっと、あとちょっと。はい、待って待って待って、これ何これ何、よくわかんないけど、ご両親、よくわかんないけど、ケイ。オッケー。残り3分ぐらいあるな。おっと、あ、なんだ、メタナイトの仮面が。パカッと落ちた。どういうこと？やられちゃって、あー、なるほど。マスクド、え、待てよ、マスクドメタナイトってこと？それは初めてのパターンなんですけど。はい、ででマスクドデデデは、まあよく見ますけど、マスクドメタナイトだ。月下無双、下限のマスクドデデデ、上限のマスクドメタナイト。ちょっと待って、これはスタートボタン読んでいきましょう。下限のマスクドデデデ&上限のマスクドメタナイト。騎士の素顔を隠さんと大王が取り出した謎の仮面を身につけた二人は、まさに下限と上限、月下にきらめく無双の幻月となった。宿命のライバルたちはオーラをまとい、覚悟を決める。機は熟した。今こそいざ、やらいでか。よーし、やっていきましょう。マジか。あ、なんだっけそれ、なんだっけそれ。待って待って待って、あ、待って、あれだ、ビーム打ってくるやつだ。ビーム避けて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 、オッケーオッケー。危ない危ない危ない。待って待って待って、これさ、端っこにいれば、端っこにいれば避けれると思います。うーわ、バディめっちゃ食らってた今。
そんな食らうのか。そしてさ、マスクドデデでもなんかいつもより豪華だね。後ろのその縦紙みたいなやつ今までなかったと思いますけど、うわまた吸い込みか。はい、吸い込みはまあこれで攻撃していきましょう。はい、でこう起きてこう起きて、オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ、結構攻撃は当たってる。うわでも2分30秒か、ちょっと制限時間が怖すぎるな。はい、そしたらここまたコンボ、待って待って待って、一旦引こうか。一旦引きまして、これうまく避けろ。はい、うまく避けて、今度は上、はい、で今度は下、はい、で今度はおーっと下で上、はい、で下、オッケーオッケーオッケー。ちょっと今ちょっと今相手に翻弄されつつでしたけども、うわ結構食らうな。そんな食らうことあるか。はい、そしたらここまたバーッと攻撃していきまして、なんだ今度は何する、今度は何してくるんですか。残り2分間に合うかな。あー、またこれか。これはまあなんとかなるわ。これははい、こうして、待て、結構きついこれ、結構きつい、待て待て待て、 MK さんの息もきついし、と落ち着け、いい、それ当たる。うわ待って、バディの体力が、バディの体力なさすぎでしょ、それ大丈夫か。 MK さんはまだ体力あるけど、あ、それなんだっけ、それなんだっけ、あ、ここにいれば大丈夫。はい、ここに、あー大丈夫じゃなかったね。待って、うわバディが、バディが結構食らった。これどうする、これどうする、どうすればいいんだ、バディ。あーでもあれか、ゴーストだから結局復活する感じだったらありがたい。オッケー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 。これ同時にやられないように気をつけないといけませんね。はい、そしたらここも待って、相手の攻撃避けること優先で、待って、こっち側にいれば当たんない。オッケー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 。はい、こっち側にいればとりあえず大丈夫。はい、でここまたどんどん攻撃していきましょう。残り1分、待て待て、時間が危ねえ、これ大丈夫か、時間がちょっと危ねすぎる。待って待って待て。はい、ここまたバーッと攻撃していきまして、吸い込まれないでよ、最後の最後で。オッケー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 。うわ、バディが吸い込まれた、何やってんの。はい、じゃあ待って、これ当たるか、当たんないね。待って、やばい、どこ行ったどこ行った、今度はそれ何、岩か、岩パターンですか。岩はな、どうしよう、もうこれも待つしかないよな。待って、残り50秒。いけるか、岩でこれ時間稼がれちゃったらきついって。はい、ここをちょっと上に来たね。あー、あと下に来たね。はい、で上に来たね。あ、やべ、結構食らった。まあいいや。残り40秒。待て、やべ、残りこれ大丈夫か、これ大丈夫か、怖すぎる。ちょっと待って、制限時間が危ない。残り30秒だって、残り30秒だって。また岩、ちょっと待って、岩はきついわ、岩、あ、オッケーオッケーオッケー。待って、これいける、いける、ギリいけるんじゃないか。残り20秒、残り20秒、残り20秒、オッケーオッケー。あぶねあぶね、今のタイムプラスなかったら多分やられてたわ。あ、なんだ、メタナイトとデデデが光ってますけど、何が起こった？あー、上から、ティンクルスターライズだったっけ？あ、これでとどめを刺せということか。よし、行こうじゃないか。よーし、行くぞ。とどめはこれだ。おなじみの、スターライズのラスボス戦の必殺技ですね。よーし、じゃあ行きましょう。二人でガーッと力を貯めて、行けー。なんか、カービィはこういうとどめのね、大技みたいなの楽しいですよね。やったー。なんとか倒した。おっと、仮面が落ちてきたけど、あー、仮面が浄化された。どういうこと？この仮面はもともとは悪くなかったのか、なんか操られてたとか、そういう感じなんでしょうか。はい、夜空に飛ばしまして、なんとかストーリーモード50回クリアしました。よかった。ライバルたちとのかつてない戦いはついに終わった。デデデ大王が取り出した仮面は闇の絆の仮面であった。カービィに勝利した死体があまり、デデデ大王が取り出したその仮面の力は恐ろしく、大王と騎士は我を見失っていた。そんな恐ろしい仮面もカービィたちの絆のパワーが込められたバディシューティングスターの一撃で見事打ち砕かれた。しかしデデデ大王とメタナイトのあのパワーは彼らの深まった絆による本物の力。仮面がなくともきっとあの戦いはナイスファイトとなったことだろう。静けさに包まれた天を貫く塔の最上階、すぐ手の届く場所にある満天の星々が二人の勝利を称えるかのように、いつまでもいつまでもキラキラと輝き続けるのであった。よーし、オッケー。いや、なんかめっちゃ強かったな、ラスボス戦。やばくなかった？なんか今までのカービィシリーズとはちょっと難易度が桁違いだったような気がするんですけど、はい、ということでカービィファイターズ2ストーリーモードは終了しました。まあこっからはね、一人でモード今度はやっていきたいと思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。もちろん 100% まで実況していきたいと思いますので、最後まで応援してくれると嬉しいです。いやー、やっとストーリーモード終わった。結構大変だったね。50回長すぎでしょ。あんなに長いと思ってなかった。はい、そしてメタナイトとデデデがまた飛んできました。大丈夫？なんかまあやられちゃってちょっとしょんぼりしてるけど、でもナイスファイトでした本当に。残り20秒だったらもう MK さん
やられてたからね今。ボスキラーバッジとかあとタイムプラスとかどっちかがなかったらもう多分 MK さん今アウトだったんで、いやよかった。そう、そして久しぶりにね今カービィシリーズやってるんですけど、歴代のカービィシリーズ皆さん見ていただけてますでしょうか。MK さんは今まで星のカービィスターライズ、星のカービィウィー、星のカービィトリプルデラックス、星のカービィロボボプラネット、スーパーカービィハンターズ、ケイトのカービィプラス、星のカービィウルトラスーパーデラックス、星のカービィじゃねえや、カービィあタッチカービィスーパーレインボー、こんな感じで今までやっておりますので、まだ見たことないシリーズがあるという方はぜひチャンネル登録をして、他のシリーズも概要欄の方に貼っておきますので再生リストからご覧ください。いやなんかカービィシリーズもまあマリオはね結構やってるけど、カービィも結構やってるね。 MK さんの今までの中でまあマリオの次に多いんじゃないかカービィが。まあスマブラとかあとはあれか、なんかマインクラフトとかもパート数的には多いんですけど、まあでもねシリーズ数的にはまあカービィもそろそろマリオを越しはしないでしょうけど、まあ2位ですよね。3位はなんだろう、ゼルダかな、ゼルダか、なんだろうシリーズ的には。あと何やってたっけか、でもそんなもんかな。ドンキーコングは1回しかやってないし、まあまあ今後やろうねドンキーコングもね。マイクラ、まあパート数的にはマイクラでしょうけど、まあでもあれかゼルダか次は夢を見る島、風のタクトで今時のオカリナやっております。いやかっこいいな相手のそれね、その今背景にあるマスクドデデデ&マスクドメタナイトが結構かっこいい感じなんですけど、いやほんとナイスファイト、めちゃくちゃ楽しかったっていうか倒しがいがあった。こんな難しいと思ってなかった。なんか体力上げすぎたかな、体力を上げるよりももうちょっと攻撃力とかあとはボスキラーバッジあとはタイムプラス、あのあたりを取っておいた方がなんか安定的に倒せたような気がしますね。はい、そしてなんとか満天の星空の最後の画面が来まして、もしかしてまだある、もうないよね。なんか第6章とかそういうのはさすがにないな。あですね、オッケーオッケーオッケー。そうあればねここでもう一枚画面が来ると思うんで、なかったということは大丈夫だと思います。いやーめっちゃ大変だった本当に。 OK、 デデデとメタナイトが飛んでいる。はい、ハルケンのロゴと任天堂さんありがとうございました、いつも楽しいソフトありがとうございます。はい、そしてメタナイトがお後ろに飛んでいきましたけど、デデデ大王もしょんぼり歩いて大丈夫ですか。なんか今までだったらねまた走り出したりしたんですけど、今回は諦めたという感じなんでしょうか。あ転んだ大丈夫、転んじゃったけど、あーデデデ大王いつものあメタナイトが助けに来た、手を差し伸べるんですか。おーさすが2人の絆、仲良しになりましたね。はい、2人で支え合って最後エンディングという感じで OK。 なんとかカービィファイターズ2ストーリーモード終わりました。はい、バトルスコアもらいまして、今回で結構いったんじゃないか、もしかしたらプラチナメダルとか取ってる。はい、ランクは51、体力の石レベル4もう使わないよストーリーアイテムは。はい、そしてあとはおっと、ヨーヨーのレア帽子ストリートニットキャップが解放された、なんかチャラいねチャラい感じ。はい、そして次がストーリーアイテム、オートガードアップレベル2が解放された。これさファイターズランク上げてから来た方が良かったんだろうな。おっと、バディデデデ大王が解放された、これは強そう。対戦ステージ、天を貫く絆の間が解放された。裏曲天を貫く絆の間裏曲が解放された。ストーリーモード初めてのクリアおめでとう、ここまで来た君ならきっと 100% クリアも夢じゃない。ファイターズランクを上げたり、まだクリアしていないモードに挑んだり、己の腕を磨くんだということで、よしじゃあ今回ストーリーモード終わったよね、大丈夫だよね、一応ちょっと途中性、ああ終わってる終わってる。おうわこれさもしかしてさ全員をさこのプラチナバッジにしないといけないとかそういう感じ、えぐくねえか。まあまあまあそれは実況外でやりますけど、うわ多分今何パー、うわ 43% 絶対そうだ、これさ多分さストーリーモード全部をさ、ストーリーモードの50回、今の第5章を全部のコピーでクリアするんでしょう。うわや、本当にちょっと分かる方教えて、マジでじゃないと 100% にならない。だとしたら MK さんのまた怒涛の裏作業が始まるんだけど、まあ、サブチャンでやるか。
うわマジか。まあまあまあでもしょうがないな。じゃあ次回ですね、次回は一人でモードをやっていきたいと思いますので、ぜひ次回もよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。